菅野美穂さん入られます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こちらで説明させていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。あとは人差しという3パターンを取らせていただきたいと思います。その後にこちらちょっとライティングを変えまして、ちょっと今こちら商品持っている状態なんですけど、あのパッケージではなくて粒ガムを持っていただくような形と、あとはこちらも指差しカットを使わせていただければと思ってます。可愛いですね。めっちゃいいし、いいですね。いいですね。あー、めっちゃいいですね。いいっす。素晴らしい。いいですね。あ、今の笑顔いいですね。いいですね。よろしくお願いします。お願いします。フィンランドでなんか実際に向こうの幼稚園とかでキシリトールの粒をあの配ってみんなご飯の後に食べてるんです、はい、本当は向こう行って撮りたかったんですけど、この間あのリモートで撮影したんですよ。あ、はい。まあ、今のがこのフィンランドでは保育園や家庭でキシリトール習慣が根付いてますっていうのをフィンランドの言葉でこれ言ってるところなんですけれど。かわいい。で、この人たち、まあ、特にこの先生に向かって東京からあの菅野さんが話しかけてるっていう設定になってます。はい、最初のはい、はい、こっちに。最近子供の歯が気になっているんです、先生。最近子供の歯が気になっているんです、先生。最近子供の歯が気になっているんです、先生。カット。はい、カット。用意。最近歯のことが気になっているんです、先生。カット。はい。最近子供の歯が気になっているんです、マキネンさん。はい、OK です。先生のこの言葉を受けて、いきなりですよね、先生っていうので、これをお願いします。もっともっと知らない感じというか、はい、発見した感じというか。その歯と100年、キシリトール。歯を大切にするヒントはフィンランドにありました。そうですね。すみません、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。